みなさんこんにちは、なゆです。平和と、なゆさん大好きの中国人の坊ちゃんです。はい、はい、今日ちょっとなゆさんの格好がちょっとすごくエロいんで、どこか、ほら、ちょっとこ 横から見るとすごいのよ、突起物がやめなさいよ、本当に。今日は、馴染みの、食事の企画で、はい、食べ比べです。食べ比べです。前回は寿司でした。そうです、今回はなんと、あの有名なチェーン大阪王将と餃子の王将だっけ。おー、そうだね。そう、この2つはね、ちょっとなんか日本人の中でも結構審議があるでしょ、うん、まああるね。私もよく食べました。あ、本当ですか。大阪、大阪、俺はね、日高屋しか食べてないから。日高屋ね。そうそう、だからこの2つ錦糸町たまたまないんだよね。あれ、何でもあるんじゃないですか、錦糸町って。だからウーバーあれば何でもある。おい、仕事だなそれ。なので今日はちょっと買ってきました、ウーバーで。はい、こちらはなゆが持ってるのが大阪、大阪です、大阪です、大阪王将です。まず餃子から。じゃあこちらが大阪王将です。こちらが餃子の王将です。うん、なんかでかいね。うん、ちっちゃい。そう、こっちの方がでかい。そう、しかも同じ6個か。うん、6個です。同じ6個。見た目的にはこっちがいいんですよ。ちょっと寄っちゃってるよねこれね。まあ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 、なゆさんは、餃子屋の娘ですからね。餃子娘。そうですよね。餃子に厳しいですよ。そうだよね。あ、よし、じゃあいただきます。食べてみましょう。どうぞ。うん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 、ニラ強めかな。うん、いや、美味しい。コンビニの餃子より美味しい。なあ、そうなんだ。さすがにお店でね、巻いて、詰めて作ってるだろうしね。なんかちょっと物足りない感というか、うん、なんか生姜が入りすぎる感じが、生姜の味はすごくします。日本人生姜好きだからね。うん、こっち行ってみようか。あっ、 OK、 じゃあこっち、ちょっと持つ感覚がなんか大きいだからね。うん、こっち。おおお、こっちがなんか中国の味付けに似てるよね。うんうんうん、餃子の皮も。うん、なんか餃子の王女の勝ちかもしれない。餃子だけだったら。あ、本当に？皮もちもちしてて、もちもちで、うん、中身は野菜の甘みとかも詰まってるけど。うん、そうそうそう。こっちはなんか調味料がなんかはい、すごく入ってる感じ。だからちょっとね、しょっぱいんだよな。そう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 。しょっぱい。より王将、餃子の王将の方が本場に近い感じ。うん、あと食べ応えがある。そっちすぐなくなるから。うん、あと、うん、多分こっちの皮はちょっと焦けてる感じで、ね、正直に言うと焼いたフライパン、うん、多分一回前餃子を焼いて、はいはい、で多分一回洗ってまた焼くんじゃないですか、はいはい、ここはあ、そのままもう一個、そのままもう一個置いた感じがします。これが餃子屋の娘の。そこまでわかるんだね。すごいこれ推理力よ。ただそれお父さんから聞いたんですよ。で餃子を焼いて、でその場で洗わないと、もうすぐもう一皿の餃子を焼くと、はい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 、こういう色になるって言われました。なるほど、すごい、すげえ知識が増えたぞ。はい、じゃあ次、春巻きです。春巻きすごいね。まだサクサクだと思います。うん、これはサクサクだね。うん、しかもどっちでも大きい。うん、うん、同じぐらい、同じぐらいですね。あ、同じぐらい。そっちからいきましょうか。 OK、 いただきます。うん、中身うまい。サクサクの後にもっちりしてて、で野菜の甘みとかきのこ、うん、きのこの甘みとかあるから、なんかねっとりしてて、うん、美味しい。サクサク聞こえたもん今。うん、うん、あと春雨とか入ってるから、春雨がその、
だしの旨味を吸い込んでて、あ、これうまいわ。お、高評価。高評価です。うん。おう。はい、じゃあ。あ、ちょっと待って、からし。いや、からしいらないでしょ。私はいる。ええー。日本の春巻きからし絶対つけるでしょ。いや、でも俺はつけないです。あ、私は つける方。マジか。うん。俺絶対からしつけないんですけど。この黄色いからし美味しいもん。いやいや、俺はちょっと嫌です。俺もつけないね。うん、そう。うん。俺はナユさんだけですから俺はつけないな。じゃあこっちは餃子の王将の春巻きです、ね、餃子の王将の方ですね。じゃあカレシを、カレシじゃなくてカラシうん、こっちはなんかもやしとか入っててさっぱりしてるけど皮が分厚い。中身だとそっちがいい。うん、だよね。うん、いやでも俺皮もそっちがいいです。皮がさ、皮の、ね、まあ、くればわかるなんかね、皮が、まあ、嫌じゃないんだけど皮の部分が、うんうんうん、あの多すぎてちょっと中身がね、ちょっと。でも、私の方は皮はそんなに厚くはない。あ、なるほど、うん、俺こっちマジで皮、あの皮も確かに厚いね。なんか、あのやっぱ春巻きは大阪王将の方か、うん、うんうんうん、美味しいです。あれ俺ガリガリ君食べたっけ。食べてないっすよ。あ、そうかそうかそうですよ、最近こういうこと多いんだよあれ俺食べたっけとかおじいちゃんはい、じゃあ次チャーン。まあチャーンはもうこれはもう本当ほぼは魂を決める一品ですからね。うん、チャーハン私のお父さん得意からね。おお、俺前回まだ食べてないよね。うん、うん、でも私よくインスタとかに載せてる。そう、お父さんチャーハンを載せてます。皆さん色が分かりますか。こっちの方が黄色いっぽくて、うん、うん、はい、よし、 OK。 なんか見た目以上に味しっかりしてる。だけどちょっとご飯がちょっとネチョネチョしてるから、うん、もうちょっと なんだサラサラとかパラ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 の方が好きなんだけど、うん、まあ普通のチャーハンです。これ以上出ないです。塩だけ入れた感じそう、うん、おう、次、はい、次これで。おお、肉とかも全然違うわ、そっちと。これは高菜チャーハンみたいな感じ。いや普通のチャーハンらしいです。あ、高菜チャーハンじゃなくて五目チャーハンだ。うん、卵によってちょっと味全体がマイルドになって、であのちょっとたまにちょっとチャーシューの食感も残ってて、うん、バランスとしてはいいです。でもパラパラではないです。へー、どっちでも、どっちでもいい感じに引き分け。お父さん的には引き分け。うん、へえ、うん、これは、うん、どっちが美味しいかというとどっちもいまいちなんだけど。あ、いまいちなんだ。うん、美味しいまでいかない。こっちは塩を入れてる方を感じて、こっちはなんか味はちょっと薄い。こっちはまあ濃い、こっちは薄い。そうで、この2つ混ぜたら多分ちょうどいい仲良くなれってことですかね。そして2で割ると。チャーハンはこんな感じ、引き分け。あと残りはちょっと僕個人のあれなんですけど、やっぱね、 レバニラ。これもニラレバですか。ね、そうです。皆さんこれはニラレバです。こっち、あの大阪王将の方は開けてるか、一回。そうそうそう、一回レバーを開けてます。そう、レバーをちょっとコーティングしてちょっと開けてるから、こっちは多分レバー酢炒めだな。うん、うん、あ、まあでも一応ちょっとコーティングはしてるけど、そこまではあれ。そうそうそう。おう、じゃあちょっといきますか。じゃあ食べてみよう、こっちからね。うん、いや、最後美味しいけどレバーはちょっといまいちかな最初。まあ レバーはそこまであの、なんだろう、火通しすぎてないんだよな、うん、だからまだ柔らかいんですよ、うんうん、今日のレバーちょっと苦い。今日のレバー、いや、よくわかんないけど多分俺が当たったかもしれない。今日のレバーはちょっと苦い、うん、うん、少し苦い。うん、でもレバーって苦いもんじゃない。いや、なんかすごい店だと、まあすごい店っていうか、あの下処理がちゃんとしたら、あのこの苦さがあんまないから。なるほどね。そうそうそう、あのレバー洗うときに中の血を全部きれいに洗えば、あ、その苦味を少なくなるけど。おお、そうそう、これ。お
ね、すごい。豆知識が。じゃあこっちの方ね。これはレバーじゃなくてあの肉を食べてる感じ、うん。うん。味付けしっかりしてて。多分。固め。そう、揚げてるから。で火がちょっと通り過ぎてる。でも味付けが美味しい。うん。このレバー。野菜ちょっと食ってみる。うん。野菜は普通に美味しい。しょっぱい。しょっぱい。これめっちゃしょっぱいわ。へニラがめっちゃしょっぱいぞ。しょっぱい？うん。私にちょうどいい。なるほど。あの多分俺最近の食生活が、ああそうか。まあそういうのも関係してるだろう。もう食感だけ言うとこっちの方が好きです私は。うん、シャキシャキ聞こえたね、もやしの。うん。野菜は俺はこっちの方が好きなんだ。へえ。割れましたね。さっぱりしてて、でもにあのレバーは絶対そっちの方が美味しいから。うん、これ混ぜたらちょうどいい。あれ、チャーハンも言ってたな。そう言って。なんかよくなれってことだよ。乗り負けしたのに。これは勝負は多分ねつけれないんだよ。あれ？いや、これ多分ねどっちが美味しいかちょっとあの決めれないんです。うん。はっきりなんだろう。これ結局前回なんかスシローみたいにあの圧倒的な差がないんだよ。おお。五分五分全部。へえ。そう。微妙な時はどっちも微妙、美味しい時はどっちも美味しい。ああはいはい、確かにそうだったね。そう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 。なので、やっぱなよさんが言ってるようにあの混ぜたらちょうど美味しい。そうそうそう。なんで分けたんだよ大塩よ。どっちでも良さがあって。そう。うん。もうちょっとこうした方がいいっていうところも。うん、そう。ある気がします。なるほど。でも餃子でだけであれば餃子の王将はあの圧倒的にっていう感じです。そうです。でチャーハンとこちらのニラレバはゴブゴブ微妙、うーん混ぜた方がいいです。そう春巻きはどっちだっけ。春巻きはあの俺は大阪王将の方が好き。私は餃子王将の方が好き。そうです。本当に引き分けだ。引き分けだよ。本当に引き分けだ、ね、めっちゃ意見バラバラだもん。そうね。なるほどね。だからか。だから、うん、あのみんなちょっと結局勝負あのつけれないってこういうことか。うん、はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あのこれは全部お方が。全部食べるの俺。全部です。これこの後食事があるんで。そう。いや食べてくれよ。え、ダイムさんもね一緒に食べる。ダイエット。ダイエットしなきゃいけない。はい、今日の動画はここまで。チャンネル登録とナユさんのインスタもあのぜひ、ぜひフォローしてください。お願いします。はい、バイバイ。バイバイ。